今回は、林場直子さん中倉明子女流社団戦、感染期の第3部瞬きとため息です。序盤から中盤にかけての熱戦の模様です。林場式石田流の続きですね。それでは見ていきましょう。77K を指した後、林場さんは席を立った。立つと同時に、セミが鳴き始めた。ここまでの消費時間は、林場さん13分。 中倉女流初段20分。中倉女流初段は上校に入った。非戦は敵人無欲に注がれている。対局開始以来、中倉女流初段の瞬きの回数が多い。女性の場合、1分間に32回以上、瞬きをしているときは、かなり緊張をしている状態という。取材陣の多さと熱気から、見慣れた LPSA サロンが異空間化し、 取材陣が去ったと思ったらそのまま林場直子との対局プロといえども緊張しない方がおかしい女性が1分間に32回以上瞬きをしている時はかなり緊張をしているって本当なんですかなんか怪しいな辰巳五郎さんが高校生の時に読んだ心理学の本に書いてあったそうです32回という回数が厳密に正しいかどうかは別としても 緊張しているときに、瞬きの回数が増えるのは間違いないようです。まあ。あなたは人生の中で緊張したことは一度もないでしょうけど。なるほど。え。林場さんが席に戻ってきた。蝉の鳴き声が止んだ。林場さんは、向かいの壁に貼られている。集まれ将棋ガールズのポスターを眺めている。中倉女流初段、林場さん、ともに、 対局中は相手の顔は見ない。林場さんがセンスをパチパチと二度ならず。林場さんのセンスは、大山康春15世名人の夢。林場さんは、大山15世名人をとても慕っていました。夢。この対局への林場さんの思いが込められているようで、心を打たれます。今日の林場さんは、レインボーカラーのチューブトップワンピースに、ラベンダー色のカーディガン、 本人曰く、リゾートファッション。中倉女流初段は、濃紺のカット層に白のスカートとシックな装い。テーブルには、二人にそれぞれ二本の飲み物が用意されている。こちらは、対局終了後の記者会見の時の写真です。林場さん、トロピカルな雰囲気です。読みのエアポケット。中倉は12分の長考で、8号符。 林場さんの誘いの隙には乗らなかったものの、この手は危険だった。八五同型と取られる筋がある。同比なら、九六角、八五同型には、五四角、八六比、あるいは、八五同型に、八四比、八六歩のような展開となり、一気に優勢になるわけではないが、一不独であることと、 刺しての主導権を握れることが大きい。八号統計の筋は、対局中は、両対局者とも気がついていなかった。読みから抜け落ちていた。感想戦で林場さんは、なんだ、取っていればよかったんだ。気がつかなかったから、気がつかなかったのよねと。笑いながら語った。対局者同士のテレパシーのようなものだ。対局中、一つの手について、 両対局者とも気がつかなかったら、そのままだけれども、片方が気がついたら、もう片方も気づくということがあります。対局者同士のテレパシーというものがあると言われています。気がつかなかったから、気がつかなかった。そういう意味なんですね。幸せそうな表情。大きくため息をついた林場さんは、六号府から攻めに行った。同歩なら、同系。 6四銀。6六,六歩で。次に7四歩や6三角の楽しみが残る。中倉は、8四歩と柔らかく受ける。ここで林場さんが考え始める。扇子を鳴らして、ため息を2回。林場さんは、指し手が思い通りに行っている時に、ため息が出るようだ。そして、4分考えて。7四歩。決戦開始。 林場さんが席を立った。先ほどと同じように、立つと同時に、セミが鳴き始めた。中倉は読みにふける。瞬きの多さは変わらない。林場さんが席に戻ってきた。不思議なことに。先ほどと同じように、セミの鳴き声が止んだ。中倉は、40分の持ち時間を使い切って、秒読みになった。林場さんは、残り19分。 林場さんが将棋に戻っていると安心するセミなのでしょうか。林場さんに将棋界に戻ってきてほしいと願っていたセミなのかもしれません。林場さんの対局中の表情は少し微笑んだ感じのポーカーフェイスだが間近で見ていると楽しみながら将棋を指している雰囲気が強く伝わってくる。将棋に戻ってきて良かったですね。思わずそう声をかけたくなってしまうほどだった。 決戦。七四歩に対して中倉は、意を決したように、同飛として、飛車交換を迫る。七四歩に、同歩では、六二角と打たれ、馬を作られるので、同飛しかない局面でもある。以下、飛車交換をして、互いに飛車を打ち合った。林場さんはここから、八一左と桂を取る。 八一ひなりのところ、四一ひなり、同銀、七九金もあったが、林場さんは、形鏡を入手して敵陣に迫る絵図を描いた。以下、八八ひなり、五桂。曲後に林場さんは、五五桂を悔やんでいた。五五桂では六一角、あるいは先に九一竜と鏡を持ち駒にして、 それから 55K を狙う方針の方が、本譜よりも勝っていた。42金引くと引かせてからの9、91竜は、次の43強を見せたスピード重視の手順だが、中倉は、取ったばかりの銀を54に打ち込み、必死の防戦。しばらくしてから、林場さんが、そうか、と呟いた。林場さんは、銀を受けられてやや悲観してしまったと、曲後に語っていた。だが、 ここではまだまだ有望だった。林場さんの感想の通り、5 5 k が疑問主でしたが、中倉女流初段の5四銀が慎重すぎた手で、後手がまだ有利であるものの、少し差が縮まりました。5四銀のところでは、7六角であれば、後手が優勢でした。真夏の熱い戦いですね。ところで、あなたの出番は今回も少なかったようですね。 前回よりも少しだけ増えていますよ。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。